Lies on me お腹じゃなくてホイップ人生相談。うまい棒の味を一つしか選べないってなったら何味にするっていう話題、15分はできますね。できるか。できるか。二村さん、その冒頭の言葉、相談にかかってくる？伏線になってるんだったらいいけど、本当にただ自分の気分を今言ってるだけ？だとしたらやめて。絶対いらないから。悩める子羊を解決に導くホイップ人生相談のお時間がやってまいりました。本日もお悩み届いております。匿名希望の方からいただきました。私は今年で18になります。でも高校には行っていません。中退した数ヶ月後から1週間に約2万円稼ぐペースでバイトを始め、家族の支えもありつつ、なんとか継続しています。そんな私は、これからどうしたらいいのかわからないんです。目的や意志がなくて、叶えたい思いも、掴みたい幸せも、心の中にあるものすべてがぼんやりしています。正社員で就職を目指す。専門学校や短大、大学に進学する。シフトを増やしてバイトに本腰を入れる。これらの選択肢は思いつきました。お先が真っ暗な自分にとって、どの道に決断しようと、現在の状況より進展して、マシな未来に進めるんだと、頭では客観的に分かっています。ですが私は何も選びたいと思えません。それは、行動の原動力となる根拠や理由、趣旨なんかがなくなってしまったからじゃないかという気がしています。本当にどうしていいか分かりません。これまで幸せになりたいと思い、頑張ってきたつもりが、無駄な奮闘の結果、周囲の人を悲しませ、傷つけ、かえって不幸を振りまきました。アメリカの詩に、求めたものは一つとして与えられなかったが、願いはすべて聞き届けられた。私は最も豊かに祝福されたのだという一節があるそうです。辛い現実が神様の救いだと感じられるような綺麗な心ではないので、私はこの詩の作者のように前には進めません。二度と進みたいと思うことができません。本当に本当にどうしていいか分からず悩み続けています。身近な人物に相談するべきと分かっていても、どうしてもできなかったので、このような形となってしまい大変申し訳ないです。とても抽象的なのですが、もし思うところがあればご意見をいただけたら幸いです。ライスオンミー応援しています。そして補足があります。高校を辞めた理由を付け足させていただくとしたら、家庭内生活と学校生活のどちらもやっていくことができなかったことが大きな要因です。自分には主にその二つを同時に成立させる体力も胆力もなかったので、片方を切り捨てなくてはいけませんでした。ですが実際のところ、そのうち一つでさえ処理しきれずに悩んでいるような感じなんです。補足のつもりがうまく簡潔に説明できずごめんなさい。という、18歳というね、方のお悩みでございます。解決に導いていただくのはこの方でございます。ホイップ先生です。よろしくお願いします。ごきげんよう。ごきげんよう。まずは、お手紙ありがとうございます。そして、よくぞ相談してくれました。はい。寄り添いから始まりました。寄り添い。寄り添いから始まりましたで0点です。言わなくてよかった。言わないでいいんです。ああ、はい、すいません。はい、なるほど、はい。よろしくお願いいたします。はい。久しぶりのホイップ人生相談ですけれども。そうですね、番組に届きました。これ DM になりますけれども。うん。まあ、18歳から。18歳と、ということでございます。はい、うん、相談者さんは、女性なんでしょうかね。ねえ。なんかこう文体というか、話のと、なんか女性のような気がしますけどね。なんか、短大とかって言ってたからさ。そうですね。短大って男性も入れるの？多分あるとは思うんですけど、まあでもなんかやっぱ女性の方が、ね、イメージとしてはありますよね。なるほどね。いや、まあ、ご自分でね、書いてらっしゃいましたけれども、なかなかに、抽象的だなと。まあ、そうですね。意地悪言っちゃった。いやいやいや。まあ、でもなんだろう、こう、
うまくこうね、やっぱこう明確な理由とか、うんうん、そういうものがやっぱないこう悩みじゃないですか。このモヤモヤがどうしたらいいんだろうみたいなね。そうだね、うんうん、家庭内と学校の両立ができなかったっていうのも、うん、ヤングケアラーみたいになってるってことなのかな。今ひとまずはまあバイトをして、うん、家族の支えもありつつ、まあ一応生活をしているという。なるほどね。うん、まあ抽象的でも、でも本当は別によくってさ、はい、うん、まあそのちゃんと整理して、うん、ね、具体的に言語化できるんだったら、うん、まあほとんど解決してるようなもんじゃないですか。まあ、確かにそうですね。何が悩みの核か分かんないから悩みなんですからね。うん、いいんですよ。相談してきてくれてありがとう。寄り添い入りました。寄り添いが入るたびにそれを自己申告するのやめてください。すいません。はい、うん。まあなんかこう、僕なりに要約するとですね、うん、まあ高校中退して、まあバイトも少しやってるけど、うん、この先どうしたらいいかわからないと。はい。でまあ、大学進学とか就職とか、うん、一般的なコースはね、もちろん頭じゃ分かってはいるけど、うん、やりたいとは思えない。モチベーションがないんだと、いうようなことだと思うんですよね。はい、うん。で、多分書いてないけど、うん、なんか他に熱中していることとか、好きなことっていうのも、そんなにないんだと思います。そうですね。うん。うん、何もなくこう、生きてしまってるみたいなことですよね。うん、この方の今の悩みとしてはね。と思うんですよね。うん、うんうん。いや、今回の相談、うん、よくわかるなぁ、気持ちが。うん。うん。なるほど。もう僕と境遇がよく似てるので、うん。うん、僕もあの高校中退して5年ぐらいブラブラしてましたから、はい、まあ好きな時間に寝て好きな時間に起きて、はい、で生活できるギリギリの日数しか働かないしね、うん、これで嫌なことあったらすぐ辞めてたから、はいはいはい、うん、ほんとすぐね、バイト先もだってバックレちゃうんだもんね。そう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 、うん、最短でバイト入って半日でバックレたことありますから。あ、俺ここで働くの嫌だわ、つって、昼休憩の時にタバコ買いに行くふりして、そのまま帰った。その、働くの嫌だわって思った理由も、しょっぱなで怒られたから、なんでと思って、帰った。そういう人ですから。そういう人。ミスターダメ人間、はじめまして。まあだから、非常に共感を持てると。共感持てますね。うん、なるほど。でまあやっぱりこういうね、僕みたいな生活もさ、うん、一見して自由で気楽な生活じゃないですか。風来坊っぽくもあるし、はいはいはい、でもね、一番苦しかったのもやっぱこの時期だったなと、うん、36にして未だに思うな、うん、なるほど、うんうんうん、だからすごいよくわかる、うん、やっぱりね、はい、ちょっと自分の話になりますけど、はい、僕もその、16から芸人始めるまで21ぐらいまで、うんはい、やっぱね、自分の中で人生終わったって思ってるんですよ。はぁ、うん。まだ16とかなのにね。そう。うんうんうん、学校を辞めてさ、家出てさ、うんまあ、最初こそ生活の忙しさに追われて、うん、何も考える暇なかったのよ。うんうんうん、でもそれが、まあ、なんとか一人で生きていく力がついて、うん、ふっと生活が落ち着いた瞬間に、はい、いかに自分が無能で無価値かっていうことに気づくようになってしまった。なるほどね。仕事できねえ、得意なこと何にもない、コミュニケーション能力ない、でキモいから友達一人もいない、当然彼女もいない、やりたいこともない、はいはい、みたいな感じ、うん。そういう自分の空っぽさとか、希望のなさに目が向くようになっちゃって、まあ、激しく病んでましたね。二十歳ぐらいが一番しんどかったかな。はいはい、まあ、その時に中国大使館に襲撃を計画したりとかしてたんですけど、あそうかそうか。でもそれは人生終わってると思ってるから、こうやって華々しく散ることは、むしろいいのよ。まあ、間違った行動だけど、自分にとってはそれこそって。筋は通ってる、うん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 。俺こそ特攻するべきだっていう考えになっちゃうよね。はいはいはい、だから、すごい、その、自信であったりとか、エネルギーってものがなくて、16でさ、家出ようって時の、俺は一人で生きていくんじゃい、みたいな、活力、モチベーション、強さみたいなのは、もうすっかりなくなってましたね。うん。うん。
とてもこっから先50年生きていけるなんて思えなかった。うん。なるほどね。で、うん、根村さんも知ってると思うけどさ、はい、僕当時日記書いてたんですよ。うん、そうですね。でも日記っつってもその日あったことを書くっていうよりは、うん、どちらかというと自分の人生を振り返って、うん、自分はどこで人生を間違えたみたいなことを何ページにもわたって反省する文章を書いてたのね。はい。一人で。はい。で、それこそ、あの、ページいっぱいにさ、一切書くっていう文字書き殴ったよね。ありますね。怖いページですよね。そう。仏教用語であるんですよ。まあ、この世は大体全部苦しいみたいなことを言う、仏教用語があって一切書くって、はい、うん。それを、ずらーっとひたすらボールペンで書いてた。これちょっと、画面に今出すわ。ちょっと今。大丈夫ですか？ちょっと今探すから、ちょっと待ってて。ここ編集でさ、詰めるから。ドキドキするやつですよね。そうです、そうです。本当にその、なんか、ね、どういう精神状態になってしまってるんだろうって、不安になるノート2ページ、見開き。そうですね。うん。あ、二村さん、はい。見つかりました。こちらでございます。これは何て言うんですかね。俺本当の黒歴史ノート。心の動きはどうなってるんですか。もう無なんですか。無だね。諸行無常とか書いてるね。因果応報とかね。皆さんね、音だけで聞いてた方もこれだけは一回見てみてください。はい、ゾッとしますから。まあこのような二十歳です。まあでもだからこそ気持ちはわかると。そう、うん、今回の相談よくわかる、うん。はい。これはもうどうすべきか、ズバリ私言えます。はい。それはですね、ちょっとだけ今より忙しくするということですね。ほう。ちょっとだけでよい。うん。まあ相談者さんのこの現状で言うと、うん、まあ、やりやすいのはバイトを週1日増やすとか、はいはいはい、そんぐらいでいいと思うんですけれども、うん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 、なるほど。いや、まあ、推測ですけど、うん、相談者さん今結構生活に余裕が出てきてんじゃないのかなってちょっと思ったりした。はあ。それは金銭的なものじゃなくて、うん、精神的な余裕ね。はいはいはい、うん、いや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 、めちゃめちゃ悩んどるわいって思うかもしれないんだけれども、うん、でも学校を辞めてバイト始めた時って、うん、多分そんなことなかったと思うんですよ、うんうんうん、新しい環境でさ、うん、慣れてないことだらけでいっぱいいっぱいだったと思うんだけど、はいはい、今はちょっと落ち着いてきたんじゃないかなって僕は勝手に想像したりする。そうだね。だからバイト生活だからバイトの業務自体もある程度慣れてきたし、うん、生活のリズムもできてくるから、うん、そういう意味での余裕というところよね。そう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 、うんうん。僕ね、昔知り合いに言われたことがあってさ、はいはい、悩んだり不安を感じたりするのは大抵暇な時って言葉で、うん、はい、これは本当に名言だなって思うのよ。それは刺さるね。いや本当そうだわ、うん、俺って思った、うん、それ聞いたの20歳とか21ぐらいの時だけど、はいはい、でやっぱりさ、現状の負荷が小さくなってくると、うん、心がネガティブな方向に傾くっていうのはもう物理法則なんですよ、はい、水が上から下に流れていくみたいに、うん、これは多分間違いないことで、うん、だから常にちょっとだけ忙しい状態を維持しておくっていうのは大事なことだと思いますね、うん、僕は。なるほど。俺はずっとそうしてる、うん。で、このまあちょっとだけっていうのが重要でさ、はいはいはい、めちゃくちゃ忙しいとそれはそれで病んじゃったりするから、うんうん、そうだね。ただちょっとだけ忙しいと、うん、暇の間には、うん、もう思ってる以上に多分大きな差があると思うので、うん、はいはいはい、それは結構メンタルヘルスには大事かなと思ったりするな、うん、なるほどなるほど、うんうん、あまりこうネガティブな思考に至らないぐらいの忙しさっていうことですよね、うん、あとね、うん、これ僕の好きな本で、はい、ドストエフスキーの罪と罰っていうさ、本があるのよ。随分難しい本を読まれますな。ねえ、ねえ、中田なっちゃんが言ってたけどね。だすごい今言うの恥ずかしいけど。そうだね、言って照れくさそうにするんだよね、手前に。ずーって思ってるけど、今。で、この主人公も、うん、
俺と同じように、うん、キモくて友達一人もいなくて、うん、で勝手に思い詰めて殺人を犯すんですよ、はい、でも結局最後に言われるわけ、うん、お前は生活に身を委ねるべきだと、うん、毎日汗水垂らして働いて帰ったら泥のように眠る生活をすべきだっていうことを言うのよ、うん、これは本当に正しいと思ってて、うん、だから生活に身を委ねるっていうことをもうちょっと相談者さんもやってみるといいかもねって思います。うん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 。あともう一点、はい、心構えというか、うん、この世の真実をお伝えするとですね、はい、そのやりたいことを見つけろ問題あるじゃないですか。うん、はいはいはい。相談者さんも言われたことあるかもしれない、うんうん、なんかやりたいことないのとか熱中するものないのって言われた経験、はい、これはですね僕も大人になってから分かったことですけど、うん、明確に何かやりたいことがあって生きてる人って超珍しいですよ。うん、まあ、そうですね、うん、10代だろうが、うん、40代だろうが、確かに97% ぐらいの人は、うん、自分ってこれでいいのかな、うん、この先どうしてったらいいんだろうって思いながらなんとなく生きてるもんです、うん、はいはい。それこそさ、朝8時に仕事行ってさ、うん、19時に帰ってきてで飯食って風呂入って YouTube 眺めてたら、うん、ああ0時過ぎとるわいっつって、うん、ああ寝なきゃっつって1日終わりですよ、うん、で休みの日はたまった家事と雑務こなして1日終わり、うん、これがほとんどの人の生活で、はい、そしてこれでいいのよ、うん、これでいいのよ、うん、みんなそうだから、これ大事なことですね。うん。本さんにとっては、これ、もうこれでいいんだと。そう。うん。私、前に進んでないんじゃないかって、まあみんな悩むんだけど、うん、いいのよ、別にそれで、うん。うん。本当にね、嘘ばっか蔓延してるんですから。うん、やりたいこと見つけろとかさ、うん、そう言ってくるやつ、別にやりたいことやって生きてないからね、大概。うん。まあ、中にはいるよ。うん。やりたいことやってる人も。うん。で、その上で成功してる人も僕の周りにいたりするけど、うん、もそういう人がその過程で捨ててきてるものとか、うん、諦めてるものも見てきてるから、うん、全然手放しでいい生き方だと思わない、うん、はい、しっかり投下交換だなって思う、うん、やっぱり得る代わりに失ってもいいんだよ、うんうん、だからなんとなく生きてればいいんですよ、うん、生きてるだけで存在してるっていうだけでこの人生で95点取ってるから、うん、そっから先は誤差だと思いますよ。うん、マジで。はい。うん、なるほど、なるほど。で、まあ、あともう一点、こう、アドバイスするとしたら、うん、やっちゃいけないことが一個あって、はいはいはい。これ日記を書くことですね。相談者さん。日記はダメ。経験者語る。よくない。ダメですか、日記は。この年齢ぐらいの人にはあんまりおすすめしないかなとは思う。なるほど。年齢的にはあまりおすすめできないんだ、うん。そう。なんか日記ってね、書き続けてれば、ほら、自分のやっぱ心が少しこう、映、うん、るから、うんうんうん、自分は今こういう感情なんだなとかっていう、答え合わせにできるのかなとか思ったんですけど。うん、まあ、この年齢とこの悩み方をしてる人にはおすすめしないかな。うん、なるほど。まるで僕のようですから。そうですね。俺と同じ鉄を踏ませたくないわけです。なるほど。で、やっぱ18歳ってさ、うん、ようやく人生がスタートする時期じゃん。うん、義務教育終わって、はいはい、でまあここやめてるからけど、うん、そ自由行動になってさ、うん、さあ何でもできるぞ、うん、何をしていこうって考え始める時でしょ、はいはい、うん、これからな自分の中に何がしかを詰めていって、うん、個性を形成していく、うん、今スタート地点に立ったぐらいなんだから、はい、まだ空っぽなんですよ、うんうん、そんな空っぽの内面を見つめても何にも出てこないからね、うんうん、大概過去にあった嫌なことを思い出して、うん、現状の不満足さと結びつけて鬱になっていくだけよ、うん、俺みたいに、はいはいはい、うん、まあそうですね、あまり日記はそれをやらない方がいいって、ね、そう、うん、ノートいっぱいに一切かいくって文字を書き連ねるようになっちゃうからよくないと思うよ逆になんか負が爆発しちゃうっていう感じなのかな、そう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 、増幅するんですよね、なるほどね、俺だからそういう、だから悪手まで打ってるホイップさんが、うん、これ抜け出すきっかけというか、うん、これ何なんですか、その、言っちゃえば、こうそこから芸人を始めるきっかけというか、あ、まあ、そこが一つだって芸人を始めたのはやっぱ
そういう人生から一つ抜け出す決め手でしょ、うん、そうですね、うん、それは間違いない。あまりこう長い付き合いですけど、芸人を始めるきっかけって、うん、あんまり聞いたことないかもしれないね。あ、うん、刑務所の中で拳振るってたらお前芸人やんねえかってスカウトされたんですよ。明日のジョーかな。モデルはうっさーん。いや、そうねー、まあ、でもやっぱ5年間一人で生きてて、うん、もう退屈で仕方なくなったっていうのはありますね。うん、うん、なるほど。多分10年後も今と同じ生活してるっていうことが容易に想像できたんですよ。うん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 、あと自分の願望に気づかなかったっていうのもあるね。うん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 、うん、その僕はね14歳ぐらいからテレビとお笑いにどっぷりハマるようになって、うん、本当はその14歳の時から芸人になりたかったはずなのに、うん、直視してこなかったんですよ。うん、なるほど。だって芸人になりたいって思っちゃったら、うん、やらなきゃいけないじゃん。で、その結果人前に立って本当は自分が1ミリも面白くないんだってことに気づかされちゃうじゃん。はいはいはい。それは怖いじゃん。はあ、そういう考えなんだね。俺は表に出てないけど、うん、人知れず秘めたセンスがあるんだって思ってたいじゃん。はいはいはい。それがさ、全部つまびらかになっちゃうのは、うん、恐ろしくて、芸人になりたいなんて思ってないふりをずっとしてましたね。うん、なるほど。うん。うんうん、だから、一お笑い好きってだけのポジションにいることで、自分を守ってたんですよ。うん、でも、一人で生活して、自分に必要なもの、不要なものが分かって、そぎ落としていく中で、うん、やっぱね、お笑いはね、残ってたんです。うん。うん、なるほどね。そうなった時に、あ、俺本当は芸人になりたいんだってようやく気づいた。うん、うん、うんうんうん。ずーっと思ってたはずなんだけどね。うん。そしたら、まあ、僕人より臆病だと思うけど、うん、それを上回って、一遍挑戦しないと、これ死ぬほど後悔するなって確信が出てきて、動いたんですよね。ほう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 。でも、動くまでに6、7年かかってるから、思い立ったらではないけど、そうそうそう。時間はかかったけど、ま、いろいろこう、そぎ落として、うん、味は芸人やりたい。だから、ま、向き合ったっていうことだよね。だから、まあ、時期が来れば、うん、勝手に体が動くよ、とも思うし、うん、はい、別に動かなくてもいいんだよとも思う。うんうん。うん。そうして生きてる人はたくさんいるし、はいはい、生きていけちゃうからさ。うんうんうん。なんかね、みんなこの人生は厳しいんだぞ的なこと言いますけど、うん、それって間接的に自分は苦労したんだって言いたいだけだから。うん。そういう人に厳しいよね。やることあるだろうとかっていうこと言う人に対して、ホイップさんやっぱ厳しいよね。説教するやつ嫌いなんだよ。間接的に俺すごいだろうが言いたいだけなわけ。なるほど。はっきり言いましょう。うん、ちょろいです、人生。ほう。みんなそうは言わないけど、はい、生活保護とか自己破産もできるし、セーフティーネットいっぱいあるし、この辺は今参考にしなくていいと思いますよ。やり方全然俺教えられるし、こっち行っちゃうとまずいと思いますよ、匿名さん。だからのうのうと生きていけばいいと思いますよ。おうおうおう、悪い意味じゃなくてね、うん、マジで、うん、いや僕ねすごい今日ホイップさんいいこと言ってると思います、うん、やっぱこのホイップ人生相談はねいいよ。本当？うん。いや、そののうのうと生きてくれたらってね、なんか聞こえは悪いけど、うん、すごい大事なことで、うん、いいんだよね、ノーノーと生きて。うんうんうん。そうそう。それはすごい大事な要素だと思う。ただ、暇っていうのは、もう心を蝕むから、はい、ちょっとだけ忙しくしてる方が、多分、精神衛生上いいよってことは言っておきたいね。心の運動不足なのかもしれません。はいはいはい。うん、まあそう、バイトをちょっとだけ増やすとかね。うん。うん、あるじゃないですか。うん、で今、週2万稼いでんでしょ？はい。俺週 2.5 万稼いでっから早く俺の高み登ってこいな。てっぺんで待ってるわ。うん、てっぺん、てっぺんで待ってるわ。俺週 2.5 万稼いでっから。あなたいる場所てっぺんなんですか。うん。俺の高みまで登ってこい。はあ、
力強い言葉を、はい、はい、そんな感じですかね。うん、まあ、将来についてはもう悩んだままでいいと思います。うん、なるようにしかならないし、うん、ならないものはならないですわ。そうね。わかりませんからどうなるかね。いやなんかこう一見ね、これ匿名さんがこの今回の回を聞いて、うん、まあ、どう捉えるかですけど、うん、なんかちょっとこういやそれじゃ答えになってないとか、うん、思っちゃう可能性ってあると思うんですけど、うん、結構今回ホイップ先生真理ついてると僕は思ってます。あざっす。あざっす。嘘です。ええー。リアクションがムカついた。相談者さんわかるか。生きてるとこんな理不尽もあるぜ。でも強く生きてこうな。いやでもですね、まだ18っていうのも本当あると思うしね。はい、いやなんか一回聞いただけではちょっと何言ってんだこの人ってもしなったとしたら、うん、2回3回。ちょっと聞いてみてもらいたいかなっていうのが僕は思いますね。ありがたいですね。そんな感じですわ、ね。ぜひちょっと匿名さんこれね、聞いた時には、うん、ちょっとどう感じたかっていうのを改めて感想とかいただけると、はい、ちょっと嬉しいかなと思います。はい。はい、そして今後はね、うん、年収の 5% をライスを見に寄付するようにお願いいたします。マストです。そういう宗教団体でやらしてもてます相談を送ってくるってのはそういうことですいや嘘よ送ってこなくていいからね嘘だからねちょっと収入の 5% ってリアルすぎるなと思ってる嘘だからはい、ということで、はいはい、先生どうも今日はありがとうございましたとんでもない、はい、ということで以上ライスオンミーでございましたありがとうございましたここからはお楽しみLa, la, la, la.